こんにちは、皆さん。今回のテーマは瀬戸内海の海運と工業の発展です。この動画では、瀬戸内海に面した地域が、どのように海上交通の利点を活用して工業を発展させてきたかを探ります。そして、海外とのつながりがこの地域の工業にどのような利点や課題をもたらしているかを多角的に検討します。1. 瀬戸内地域の地理的特性と海上交通の背景。瀬戸内地域は日本の本州と四国を結ぶ地域として、温暖な気候と豊富な自然資源に恵まれ、古くから交通の要所として栄えてきました。この地域は内海である瀬戸内海に面しており、穏やかな晴雨と温暖な気候が特徴です。これにより、この地域は古くから海上交通が盛んであり、物流や交易の要所となってきました。温暖な気候、瀬戸内地域は冷たい季節風の影響を受けにくい地理的位置にあります。これにより、年間を通じて温暖で安定した気候を享受しており、農業にも適した地域となっています。この気候条件は、温暖な冬と長い生育期間を利用した農業や漁業を可能にしています。自然資源、この地域は豊富な自然資源を有しており、漁業資源も豊富です。また、周辺の産地からは質の高い木材や鉱物資源も産出されています。これらの自然資源は地域の産業や経済の基盤を形成しており、多くの産業が自然資源を利用した事業を展開しています。海上交通の基盤、古くから交通の要所としての役割を担ってきた瀬戸内地域は、港町としても発展してきました。瀬戸内海は遠浅で航行が安全であり、多くの港や港町が成立しています。そのため、海上交通ネットワークが非常に発展しており、多くの商船や貨物船が行き交っています。海上交通は地域の発展を促進し、物流、交易、産業の発展に大きく貢献してきました。それにより、地域は経済的な繁栄を享受し、工業地域としても知られるようになっています。このように、瀬戸内地域は温暖な気候と豊富な自然資源、そして交通の要所としての地理的特性を活用して、古くから交通と産業の中心地として発展してきました。今日では、これらの要因が相まって地域経済の活性化と産業の発展を支える重要な要素となっています。2. 海上交通の利点を生かした工業の特色。瀬戸内地域はその地理的特性と豊富な資源を活用し、海上交通の利点を取り入れた工業の発展を遂げてきました。以下に、その特色について詳しく解説します。造船業。瀬戸内地域は古くから造船の中心地として知られており、技術の革新とともに数多くの船舶を生み出してきました。地域の企業は国内外の市場に良質の船舶を供給しており、特に高度な技術を要する特殊な船舶の製造に長けています。瀬戸内海の穏やかな海域は、船の建造や試運転に最適な環境を提供しています。鉄鋼産業。この地域は鉄鋼産業も非常に発展しており、日本の鉄鋼生産の一大中心地となっています。鉄鋼産業は大規模な設備と多くの労働力を要求する産業であり、海上輸送の利便性は原材料の輸送と製品の出荷を効率的に行える基盤を提供しています。化学産業、瀬戸内地域では化学産業も栄えています。化学産業は多くの原材料を必要とし、海上交通がこれらの輸送を助けています。また、化学産業は多くの副産物を生むため、瀬戸内地域の他の産業と相互に関連している場合が多く、産業間の連携を助けています。グローバルな視野、瀬戸内地域の工業は海外との結びつきを強化しており、国際的なビジネスとの連携が見られます。海上交通の利点を生かし、国際市場へのアクセスを容易にしています。総じて、瀬戸内地域は海上交通の利点を生かし、多くの工業地帯を生み出し、特に造船、鉄鋼、化学産業が盛んに行われています。これらの産業は地域経済の重要な柱となっており、瀬戸内地域の産業の特色と成長を支えています。3. 海外との接続による利点と課題。瀬戸内地域が海外との結びつきを深めることで享受している利点と、直面している課題について深掘していきましょう。利点、経済発展。
海外との接続により、新しい市場へのアクセスが開かれ、さらなる商機が生まれました。これにより、地域の企業は国際競争力を高め、経済成長を実現しています。技術革新、国際的なパートナーシップは技術交流を促し、地域の企業が最新技術を導入できるようになりました。これは産業の効率化と製品品質の向上に貢献しています。雇用創出、新しいビジネスオポチュニティが生まれることで、地域の雇用機会が拡大しています。特に若者にとって、新しい就職先やキャリアパスが開かれることは大きなメリットとなっています。課題、環境問題、工業の発展は環境への負荷も増大させています。特に、水質汚染や大気汚染などの問題が顕在化している場所があります。持続可能な開発を目指すためには、環境保護策の強化が求められます。地域間格差、海外との接続が進む一方で、地域内での格差も拡大しています。特に、都市部と地方部との間で経済的な格差が見られるようになっています。これは社会的な課題としても指摘されており、地域間の均衡な発展が求められます。瀬戸内地域は海外との接続を深めることで多くの利点を享受していますが、それに伴う課題もあります。今後は利点をさらに拡大しつつ、課題への対策を進化していく必要があります。このバランスの取り方が、地域の持続可能な発展を可能にする鍵となります。まとめ、今回は瀬戸内地域の海運と工業の発展に焦点を当ててみました。この地域がどのように海上交通の利点を活用して工業を発展させてきたか、そして海外とのつながりがもたらす利点と課題を多角的に探求しました。それでは、今回の動画はここで終わります。視聴いただき、ありがとうございます。このテーマに関するさらなる議論や質問があれば、コメント欄で教えてください。そして、最新のアップデートを逃がさないよう、チャンネル登録と通知のベルを押しておいてくださいね。さようなら。